皆さんこんにちは、小林哲也です。はい、ということで、皆様に、大変ご心配、ご迷惑をおかけいたしましたが、まあコロナから明けまして、復活します。まあ無理にね、動く必要はないかなと思うんですけども、まあ徐々にですね、体の方も動かしていきたいと思います。たくさんの皆様からですね、いろいろと励ましの、DM だったりとか、また SNS を通じてですね、たくさんのコメントいただき本当にありがとうございます。まあ、正直ね、初めて、こういった形になってしまって、ちょっとね、仕事も、前橋店と横浜綱島店はお休みさせていただきましたが、龍一プロと藤村プロにはですね、代わりに投球していただいて本当にね、感謝してます。また参加してくださった皆様本当にありがとうございます。8月にはですね、またチャレンジの方、行けなかった前橋店と横浜綱島店には伺わせていただきますので、また日程の方出ましたらですね、皆様ぜひよろしくお願いいたします。まあ少しね、まあ無理はちょっとしすぎてるのもあったのかもしれないんですけども、まあ引き続き、まあこの動画も含めてですけども、チャレンジ、イベント、まあレッスンなどね、行っていきたいと思いますので、皆様これからもよろしくお願いいたします。またね、愛嬌カップはね、人生で初めて、ブラインドをしてしまって非常にね悔しいし、ちょっとね、まあちょっと辛いような、気持ちになりましたが、また気持ちを切り替えて、東海オープンも頑張っていきたいなと思います。まあここ数試合ね、非常にね成績が良くないので、またね、何かいろいろと変えなきゃいけない部分っていうのも出てきているのかなっていうのはありますので、まあ無理しないように少しずつですけども、再開して、まあ秋からはですね、トーナメントも一気に増えていきますので、そこでしっかり乗り遅れないように、頑張って調整もしていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。あとはまあこの YouTube、このコバ TV もですね、まあ今日新プロいないんですけども、もうあと1700人ぐらいかなで、3万人という大台に乗ります。3万人はね、まだこういったレッスン系の動画では誰も行っていないので、本当にね、早く、皆様にもね、いつもいい動画を上げられるようには頑張ってはいますけども、本当にね、皆さんにこうやってご視聴いただいているおかげで、継続することができてます。まあ、今回もね、ストックがね動画の方あるので、まあ、実際に僕が休んだ部分もありますが、まあまあ、投稿頻度はほとんど変わらずに、引き続き行えるのかなとは思いますが、まあちょっとね、今週に3本くらい上げてますが、まあ少しタイミングによってはちょっと減っちゃう可能性もありますが、ちょっとね、自分の体調とかも、まあ気にしながら、その頻度などもね、見ていきたいなとは思います。で、またね、最近ライブの方もね、あまりやってないので、またちょっと時間ができたらライブとかもね、少しずつやっていきながら、3万人に向けてね、少しずつ、頑張っていきたいなと思います。もちろんね、3万人がゴールではないんですけども、まあ一つの区切りとして、頑張っていきたいと思いますので、ぜひね、皆様ご視聴引き続きいただければと思います。皆様がご視聴いただけてるおかげで、僕も本当にね、力になりますし、皆様がこうやってね、コバ TV を口コミとかでもね、広げていただいてるおかげでですね、たくさんの方に見ていただいてます。本当に感謝してます。これからも、皆さんにとって、少しでもね、上達のきっかけを作れるような、そんな動画をできればなと思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、今日はねちょっと短いんですけども、また再開しますということで、お話をさせていただきたいと思います。また、これ引き続き動画の方も楽しみにしていただければと思います。コメントなどでね、もしこうなんだろうな、こんな動画やってほしいとか、こういったことに悩んでますとかっていうのがありましたら、コメントいただければと思います。コメントの方はね、全部読ませていただいてますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回もお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。